北陸インフラ DX 人材育成センターは、北陸地方の DX 推進拠点として、技術・知見の蓄積、研修や DX 機器の体験を通じたインフラ DX 人材育成を行う目的で、北陸技術事務所内に令和6年3月27日にオープンしました。当センターには、DX ルーム、研修ルーム、屋外実習エリアの3つの施設があります。DX ルームには除雪、UAV、バックホーシミュレータや VR 機器が揃っていて、どなたでも DX 体験ができます。除雪作業の現場では除雪機械操作の自動化が進んでいます。除雪トラックシミュレータの活用により、安全でリスクのない室内環境で除雪作業の基本技能を習得することができます。また手動操作と自動操作の操作性の違いを体験できます。UAV とはドローンのことで、UAV シミュレータでは実機では体験できない危険な状況を含めた様々な体験ができるため、操作時におけるヒヤリハットな場面などを体験することができます。遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラなどを通じた映像や音声を利用し、離れた場所から建設現場の施工状況の確認を行うものです。発注者、受注者ともに業務の効率化が図られます。VR 体験では、 VR 仮想現実の活用により、現場にいるかのような環境で施設の変状、損傷などの施設点検を効率よく学ぶことができます。バックホーシミュレータは、設定された様々な施工ステージで操作訓練を安全かつ繰り返し何度も行うことができるため、若手オペレーターの育成に非常に有効なツールとなっています。3次元測量とは、地形や構造物といった計測対象物の寸法情報を専用機器によって3次元的に計測する測量方法です。ここでは iPad のライダースキャナーを使ってデータの取得や計測の体験ができます。研修ルームは、3次元データの操作をスムーズに行うことができる高性能パソコンや大型モニターなどの設備を備えていて、最大12名が同時に学習することができます。近年、豪雨や地震による土砂災害などが頻発しており、作業にあたるオペレーターへの二次災害の回避が重要な課題となっています。国土交通省では、こうしたオペレーターの安全性の確保を目的とした無人運転によるバックホーの遠隔操作化を進めています。そのため、屋外実習エリアには操作訓練用の遠隔対応型バックホーの導入と遠隔操作室を設置しました。北陸地方整備局では、北陸インフラ DX 人材育成センターの設置により、 DX 技術を活用した北陸特有の豪雨や地震などによる災害対応への迅速化、高度化、安全で快適な労働環境の実現による働き方改革などの実現を目指します。